ニューヨーク・ニュージャージー方面作戦は、アメリカ独立戦争中の1776年から1777年の冬にかけて、ニューヨーク市とニュージャージーの支配をめぐって、ウィリアム・ハウ将軍指揮するイギリス軍とジョージ・ワシントン将軍指揮する大陸軍の間で行われた一連の戦闘である。ハウは、ワシントン軍をニューヨーク市から追い出すことに成功したが、 ニュージャージーまで手を伸ばしすぎたがために、1777年1月には、ニューヨーク市近くに、いくつかの前進基地を保持するだけで、活動できる、作戦シーズンを終わらせることになった。イギリス軍は戦争の残り期間ニューヨーク市を保持し、他の標的に対する遠征軍の基地として使い続けた。ハウは1776年3月に、 ボストン市を保持することに失敗した後、撤退した軍隊に、イギリス本国からの援軍と、さらに新生ローマ帝国のいくつかの公国から、ドイツ人傭兵を加えて、軍隊を集結させた。まず7月3日に、イギリス軍が、スタテンアイランドに無抵抗で上陸したことに始まり、8月には、再度無抵抗で、ロングアイランドに上陸し、ワシントン軍を、ブルックリンや、 ロワー,ーマンハッタンから北のホワイトプレーンズに追い出した。この時点でハウはマンハッタンに戻り、マンハッタン島の北部にワシントンが残していった部隊を捕獲した。ワシントン軍はボストン包囲戦に参加した部隊の他に遠くバージニアなどの植民地からの連隊も加えていた。その軍隊の大半はハドソン川を越えてニュージャージーに渡り、さらに デラウェア川を越えてペンシルベニアまで撤退したが、兵士の徴兵期限切れ、脱走及び士気の低下もあって勢力が減退していた。ハは12月に入ってその軍隊に、陶器宿営入りを命令し、ニューヨーク市からニュージャージーのバーリントンまで一連の前進基地を構築させた。1776年ぐれ、ワシントンは、 軍隊の士気を上げるために凍ったデラウェア川を渡って、ニュージャージーのトレントンにあったイギリス軍守備隊を吸収して成功し、ハウの前進基地の連なりをニューブランズウィックとニューヨークに近い海岸線まで押し戻した。ワシントン軍はニュージャージーのモリスタウンで陶器宿泳を張った。その冬の残りはイギリス軍がマグサと食料を求めていたので、たびたび小競り合いを繰り返した。 イギリス軍は1783年にアメリカ独立戦争が終わるまでニューヨーク市とその周辺の領地を支配し続け北アメリカの他地域に対する作戦の基地として使った。1777年ハウはフィラデルフィアを占領するための作戦を開始しニューヨーク市地域の指揮はヘンリー・クリントン将軍に任せた。一方、 ジョン・バーゴイン将軍がケベックからハドソン川流域の支配を目指して南下し、サラトガで挫折した。戦争の残り期間、ニュージャージーの北部と海岸部は、ニューヨーク市を占領するイギリス軍からの小競り合いや、襲撃の舞台となり続けた1775年4月に、アメリカ独立戦争が勃発してから間もなく、イギリス軍と植民地軍は、バンカーヒルの戦いで激突した。 その戦いでイギリス軍が勝利したものの払った代償も大きかったという知らせがロンドンにもたらされた時ウィリアム・ハウ将軍と北アメリカ植民地に対する担当官であるジョージ・ジャーメイン卿はイギリス帝国中から集めた部隊に新生ローマ帝国のドイツ諸公国から雇用した部隊を合わせてニューヨーク市に対して断固たる行動を取るべきことに決めた 第二次大陸会議から大陸軍の総司令官に指名されたばかりのジョージ・ワシントン将軍はニューヨーク市が絶対的に重要な地点であると他の者のに繰り返し語っておりボストン包囲戦の指揮を取るためにボストンに向かう途中ニューヨーク市に立ち寄った時にそこで民兵隊の組織化を始めていた1776年1月ワシントンは チャールズリー将軍に部隊を立ち上げニューヨーク防衛のための指揮を取るよう命じた。1776年3月、ワシントンがボストン市の南にあるコーチを要塞化してイギリス軍に脅しをかけた後、イギリス軍はボストンを明け渡した。リーがこの知らせを聞いた時はニューヨークの防御を固めている時だった。ワシントンはハウがボストンから ニューヨーク市に直接感染で向かうことを心配し、ボストンから陸路部隊を急行させた。その中には4月半ばにワシントンがニューヨーク市に到着するまで部隊を指揮していたイズラエルパットナム将軍も含まれていた。4月末、ワシントンは ジョン・サリバン将軍に六甲連隊をつけて経過が思わしくないカナダ進攻作戦を援護するための遠征軍を派遣した。ジョージ・ワシントン、アドルフ・ウルリクベルト・ミュラーがハウ将軍はニューヨーク市に直接向かわずにノバスコシアのハリファックスに引いてヨーロッパ中の港から船出しニューヨークに向かっていたイギリス軍を乗せた輸送船団がハリファックスに集まり始める中で 軍隊を再編成した。6月、ハウは、すべての輸送船が到着する前に、ハリファックスに集結した9000名の兵士と共に、ニューヨーク市に向けて出航した。主に、ヘッセンカッセルから雇用したドイツ兵と、ヘンリー・クリントンが指揮するイギリス兵の部隊は、両カロライナに遠征を行った後に、ニューヨークで、ハウの艦隊と落ち合うこととされた。 ハウの兄であるイギリス海軍のリチャード・ハウ帝はウィリアム・ハウ将軍が出発した後に輸送船団を率いてハリファックスに到着し即座に後を追った。ハウ将軍の艦隊がニューヨークの外交に到着すると7月2日には防御の施されていないスタテン島とロングアイランドの間のナローズを航行しその日に無抵抗でスタテン島への上陸を開始した。 ワシントンは捉えた捕虜からハウが1万名の部隊を上陸させたが、さらに1万5千名の到着を待っていることを知った。ワシントン軍の実行勢力は、イギリス軍が揃った場合の勢力より小さい19,000名で、あり、イギリス軍とその作戦について、しっかりとした情報に不足しており、ハウがニューヨーク地域のどこを襲ってくるかも判断しかねていた。結果的に、 大陸軍は、ロングアイランドとマンハッタンを呼び、大陸本土の防衛陣地に軍を分けてしまった。さらには、ニュージャージー北部に、フライングキャンプまでも設けた。この部隊は、ハドソン川のニュージャージー川岸でならば、どこでも、大陸軍の作戦を支援するように意図された、予備隊だった。リチャード・ハウ・提督ジョン・シングルトン・コプリーが描いたものを、アール・ダン・カートンが、 メゾチントで複製ハウ兄弟は、イギリスの議会から休戦の使者としての権限を認められてきており、紛争を平和的に解決する限定付きの権限があった。イギリス国王ジョージ3世は休戦の可能性について楽観的ではなく、私はやってみるべきだと今も思う。あらゆる活発な行動を絶え間なく実行すべきだと語っていた。ハウ兄弟の権限は、 一般的及び特別の恩者を認め、国王の進化である者と協議することに限られていた。7月14日、ハウテイトクはこれらの権限を遂行するために、港の向こうに、ジョージ・ワシントン連と宛てた手紙を持たせた使者を派遣した。ワシントンの副官ジョセフ・リードは、そのような肩書きの者はこの軍隊にいないとその使者に、丁重に返答した。ハウテイトクの副官は、 宛先の細部で手紙を届けることを妨げるべきではないと記し、ハウは受け取り拒否に見るからに困っていたと言われていた。二回目の手紙はジョージ・ワシントン殿等と当てられており、同じように受け取りを拒絶された。ただし、その死者はワシントンがハウの副官の一人と会う用意があると告げられた。月日に行われた会談では、 反逆者は恩赦を求めるような悪事を働いたわけではないので、ハウ兄弟が認められている限定付きの権限は何の用もなさないとワシントンが指摘し物別れに終わった。8月遅くイギリス軍は約2万2000名の軍をロングアイランドに輸送した。8月27日のロングアイランドの戦いではイギリス軍が大陸軍陣地の側面をついて ブルックリンハイツの砦まで後退させた。ハウは砦に対する、包囲戦の手配を始めたが、ワシントンは野院に紛れて、まだ抑えられていなかった後面のイースト側を渡って、マインハッタン島までの撤退を巧みに成功させた。ハウはその陣地を固めるために一旦行軍を停止させ、次の作戦を検討した。ウィリアム・ハウ将軍、177 17年の、 メゾチントロングアイランドの戦いの後で、大陸軍のジョン・サリバン将軍が捕らえられた。ハウ帝徳はサリバンに、フィラデルフィアの大陸会議にあてた伝言を届けるよう、説得し、仮釈放で解放した。ワシントンもそれを認めたので、9月2日にサリバンは、大陸会議に行って、ハウたちが交渉を望んでおり、実際に与えられているものよりも幅広い権限を、与えられていると語った。 このことで、求心的とは見られたくなかった、大陸会議では、申し出をすぐに拒否することが、どのような事態になるかという外交上の議論が生じた。その結果大陸会議はおそらくは何も生まないだろうと、考えていたハウとの協議に代表団を送ることに、同意した。9月11日、ハウ兄弟は、スタテン島和平協議で、ジョン・アダムズ、ベンジャミン・フランクリン呼びエドワード・ラトリッチと、 会見した。その結果は、アメリカ側が予想していた通りとなった。こうしている間に、以前に、大陸会議から、ニューヨーク市を出守するよう命令されていたワシントンは、マンハッタン島で自軍が包囲される恐れがあるので、次から、次と、罠から抜け出す方法を考えていた。北への脱出路を確保するために、当時は、ローアーマンハッタンを占めているだけだった。 ニューヨーク市内には5000名の部隊を置き、残りの部隊を率いて、ハーレムハイズに移動した。この時、潜水艇タートルを使って、イギリス海軍の機関 HMS イーグルを沈めようと、する新しい試みが行われたが失敗した。これは、戦争に潜水艦が使われた、最初の記録となった。イギリス軍は、 ロングアイランドを取った後でマンハッタンを取るために動いた。9月15日、ハウは約1万2000名の部隊をローワーマンハッタンに上陸させ、素早くニューヨーク市を占領した。大陸軍はハーレムハイツまで後退し、そこで翌日に小競り合いがあったが、その陣地は確保した。ハウはワシントン軍の強固な陣地に対する2回目の攻撃でも、 側面をつく戦術を選んだ。10月18日に、ウェストチェスター軍にいくらかの抵抗を受けながらも、上陸した部隊を使ってサイドワシントン軍を取り囲もうとした。ワシントンはその動きに対抗するために、軍の大半をホワイトプレーンズまで交代させ、10月28日のホワイトプレーンズの戦いの後に、さらに北に交代した。このことで、 アッパーマンハッタンに残っていた大陸軍の部隊が孤立したので、ハウはマンハッタンに戻り、11月半ばにはワシントントリデを占領して守備隊、約3000名を捕虜に取った。その4日後、ワシントントリデからハドソン川を隔てて、対岸のリートリでも占領した。ワシントンはその軍隊の大半を率いてハドソン川を渡り、ニュージャージーに入ったが、イギリス軍が、 攻撃的に進軍してきたために、さらなる後代を強いられた。イギリス軍がニュージャージーに上陸する様子。フランシス・ロードンの策と見られている。ハウ・将軍は、ニューヨーク港周辺のイギリス軍の位置づけを確固としたものにした後で、その部下であるヘンリー・クリントンとヒューパーシーの二人に六千名の部隊をつけて、ロードアイランドのニューポート占領のために派遣した。 この部隊は12月8日に抵抗されることなくニューポートを占領した。さらにチャールズ・コーン・ウォリス将軍にはワシントン軍を追ってニュージャージーに向かわせた。12月初旬、大陸軍はデラウェア川を渡ってペンシルベニアに退却した。大陸軍、ひいては革命そのものの将来性は風前の明かりになった。トマス・ペインは著書 アメリカの危機の中で、これは、人々の心を試す時だと記していた。ワシントン軍の中で、任務遂行に適した者の,の数は5000名以下に絞み、その年の暮れに徴兵期間が過ぎた後は、さらに減ずることになっていた。気力は低下し、民衆の支持は動揺し、大陸会議は、イギリス軍からの攻撃を恐れて、フィラデルフィアを放棄した。 ワシントンは失敗したカナダ侵攻作戦から戻った部隊のいくつかに事態と合流するよう命令し、またニューヨーク市の北部に残していたリー将軍の部隊にも合流するよう命令した。リーは当時ワシントンとの関係が難しくなっており、口実を作ってニュージャージーのモリスタウンまで移動しただけだった。リーがその部隊から離れていた12月12日、 ロイヤリストの裏切りにあって、バナスター・タールトン中佐の率いるイギリス軍中隊に、その止まっていた宿屋を取り囲まれ、捕虜になった。リーの部隊の指揮は、ジョン・サリバンが引き継ぎ、トレントンから川を渡って、ワシントンの宿営地に合流した。リーを捕獲したことはハウにとって、問題のある捕虜を抱えたことになった。大陸軍の多くの指揮官たちと、同様、リーは以前に、 イギリス軍に仕えていた。このためにハウは当初リーを脱走者として扱ったが、これは軍隊の制裁を課する恐れがあった。しかしワシントンが調停してリーを捕虜として扱うようにした。リーの待遇は良くなり、イギリス軍の指揮官にいかがにしてこの戦争に勝つかを助言することもあった。大陸軍にはリーに匹敵する高官の捕虜がいなかったので、 リーは1778年までニューヨーク市に捕虜として留め置かれ、その後にリチャード・プレスコットと捕虜交換になった。ニュージャージーにおけるイギリス軍の前進基地を示す当時の手書き地図、北が右向きに描かれている大陸軍がニューヨーク市を守れなかったためにロイヤリストの活動が活発になった。イギリス軍は植民地民兵の連帯を作るために ニューヨークやニュージャージーで積極的に徴兵を行い、いくらかは成功した。地域のロイヤリストは、大陸軍の兵士が徴兵期間を過ぎて故郷に戻ってきたのを見て、動機づけられた可能性がある。ある、ニューヨークのパトリオット民兵指揮官は、部下の30名が彼と共に、大陸軍に再入隊するのではなく、 敵の部隊に入るための署名を行ったと記していた。11月30日、ハウ提督は英国王室に反抗して武器を取ったものでも英国王室に対する忠誠を誓えば恩赦を与えるという声明を出した。これに対しワシントンはそのような制限を拒否しなかった者は即座にイギリス軍前線の背後に行くべきだということを示唆する宣言を発した。 その結果、ニュージャージーは内戦状態となり、戦争の残り期間、民兵の活動とともに、スパイや逆スパイの活動が続くことになった。ニューヨークを占領したという知らせは、ロンドンで好意的に迎えられ、ハウ将軍はその功績に対して、バス勲章を与えられた。さらにケベックが回復したという知らせもあり、イギリス指導者層には、 この戦争が一年かそこらで終わるものと考えさせる状況にあった。ハウテイトクが恩赦を与えるという声明を出したという知らせは、その条件が政府の強硬派が予測していたよりも寛大だったので、いくらかの驚きを持って迎えられた。戦争に反対していた政治家は、この宣言が議会判断の優先に言及していないことを指摘した。さらに、 ハウ兄弟は彼らが行った様々な和平努力について議会に報告していなかったことを責められた。その目を閉じ、戦闘を行い、その酒を飲み、売春婦を持ち、その助言者に助言し、フレデリック・ノースとジョージ・ジャーメインから勲章を受けた。チャールズ・リー、ハウ将軍についていいこの年の作戦が明らかに終わりを告げた時に、イギリス軍はパース・アンドイから、 ボーデンタウンまで伸びる一連の前進基地を設立し、冬季宿営に入った。ニューヨークとニュージャージーの大半を支配しており、春に攻撃を再開し、反乱軍の首都であるフィラデルフィアを撃つための距離としては、格好の位置づけにあった。クリントン将軍に占領させたニューポートは、将来ボストンやコネチカットに対する作戦の基地として、 使うことができた。ハウは、ジャーメイン教に宛てた手紙で、翌年の作戦を描いていた。ニューポートに1万名、オールバニエの遠征に1万名、ニュージャージーを超えて、フィラデルフィアを脅かすために8000名、および、ニューヨークを守るために5000名としていた。もし外国の軍隊を使えるならば、南部の諸方に対しても、作戦を検討できるともしていた。 デラウェア川を渡るワシントン、エマヌエル・ロイツェが1851年に描いた。この絵は、アメリカ史の象徴になったワシントンは、いかにしてその軍隊をまとめていくかに苦慮する中で、比較的無防備なイギリス軍前に新基地への攻撃を計画した。そこは、民兵と軍隊による襲撃が続いたために常に、不安定な状況になっていた。ドイツ人指揮官。 カール・フォン・ドノープとヨハン・ラールはその旅団が、前進基地の並びの外れにあり、これら襲撃の標的にされることが多かったが、イギリス軍のジェームズ・グラント将軍に繰り返し警告し、支援を求めても無視されていた。ワシントンは12月半ばからトレントンにあるラールの、前進基地を2方向から攻め、ボーデンタウンにあるドノープの前進基地を3番目の、部隊が、 陽動攻撃する作戦を立てた。この作戦は、偶然ある、民兵中隊がドノープの全軍2000名を、ボーデンタウンから南に引きつけ、12月23日のマウントホリーでの小ゼリアイに繋がったことで助けられた。その結果、ワシントンがトレントンに攻撃をかけた時に、ドノープ隊が、ラール隊を助けられない位置に置くことになった。クリスマスの夜、 ワシントンと2400名の部隊が、密かに、デラウェア川を渡り、12月26日朝のトレントンの戦いで、ラールの前進基地を吸収し、1000名、近い、ドイツ人傭兵を殺害あるいは捕獲した。この勝利で、大陸軍の士気を著しく上げたが、コーンウォリスをニューヨークから引き出すことにもなった。コーンウォリスは6000名以上の部隊を集結させ、 その大半を率いて、ワシントンがトレントンの南に敷いていた陣地に向かった。コーンウォリスは1200名の兵士を、プリンストンの守備隊として残し、1月2日に、ワシントンの陣地を攻撃したが、3度撃退され、その後に火がくれた。ワシントンは、夜の間にまたもや密かに軍を動かし、コーンウォリス軍を迂回して、プリンストンの守備隊攻撃に向かった。 大陸軍の全英隊を指揮していたヒュー・マーサー将軍はチャールズ・モーフッドの指揮するプリンストンからのイギリス部隊と遭遇した。その結果起こったプリンストンの戦いでマーサーが致命傷を負った。ワシントンはジョン・カドワララー将軍のもとに援軍を送り、モーフッドとプリンストンからの部隊を追い返すことに成功した。イギリス部隊はトレントンの コーンウォリス隊のところに逃亡した。この戦闘で、イギリス部隊はその勢力の4分の1以上を失い、大陸軍の士気は、さらに上がった。チャールズ・コーンウォリス将軍、ジョン・シングルトン・コプリーガ・ハウ将軍は、この敗北によってその軍隊の大半をニュージャージーから、引き上げあせることとなり、ニューブランズウィックとパース・アンボイの前進基地のみを、残した。ワシントン軍は、 ニュージャージーのモリスタウンで、陶器宿へに入り、ニュージャージーの大半をイギリス軍から取り戻した。しかし、両軍ともに糧職が足りなくなり、その指揮官たちは部隊を派遣して、食料などの物資を略奪させた。その後の数ヶ月間は、マグサ戦争と呼ばれ、互いに物資を求める敵部隊への襲撃を続けた。このことで、ミルストーンの戦いなど多くの小ゼリや、 小戦闘が起こった。イギリス軍は、領食の問題で、仲間内でもなじり合った。パーシーは、ニューヨークとニュージャージーに物資を供給するための、ニューポート基地の能力について、ハウと意見の不一致が続いた後、その任務を辞した。イギリス軍は、ニューヨーク港とその周辺の農業地帯を支配下に、 おさめ、ニューヨーク市とロングアイランドは1783年の終戦まで保持した。大陸軍はかなりの損失を出し、重要な物資を失ったが、ワシントンはその軍隊の中核を維持し、この戦争を終わらせかねない、イギリス軍との決定的な退治を避けることができた。トレントンとプリンストンでの大胆な攻撃と、勝利によって主導権を取り戻し、軍隊の指揮を上げた。 ニューヨーク植民地のニューヨーク市周辺、ニュージャージー及びコネチカットは戦争の残り期間に打ち続く抗争の舞台になった。トレントンとプリンストンの戦いに関して、ハウがロンドンの上官に送った初期の報告書は、その重大性を最小化しようとしており、トレントンの場合はラールを避難し、プリンストンの場合は防衛に成功したような印象を与えようとしていた。 この報告に対して、ジョージ・ジャーメインをはじめ誰もが騙されたわけではなかった。ドイツのレオポルド・フィリップ・フォン・ハイスター将軍に宛てた手紙でジャーメインは、指揮を取った士官と、この不運が返せられるものが、その無分別で命を失ったと記していた。ハイスターは続いてその国王である、フリードリヒ二世に報告しなければならず、1個、旅団全体が失われただけではなく、16の、 連帯機と六門の大砲も失われたと知らせた。この知らせにフリードリヒは激怒し、ハイスターに帰郷を提案したとされている。事実ハイスターはその通りに行い、ヘッセンの軍隊意識を、ビルヘルム・フォン・クニプハウゼンに渡した。フリードリヒはさらに1776年の事件に、関する広範なサモンも命じ、1778年から1782年まで、 サモンが行われた。これらのサモンによりこの方面作戦に関する特徴、ある資料が生み出された。ワシントンが戦いに勝ったという知らせは、重要なタイミングで、パリにも到着した。中フランスイギリス大使、ストーモント教は、フランスの外務大臣、ベルジェンヌ伯爵に、フランスがアメリカの反乱者に与えていた財務と兵団の半ば、 秘密の支援に関して苦情を準備していた。ストーモンとはアメリカ向けの物資がフランスの旗を掲げた船に積まれるようになるのを知った。それ以前はアメリカの旗を掲げた船に積まれていた。ストーモンとはフランスの宮廷がその知らせに著しく満足しており、 フランスの外交的立場は大いに強化されたと記し、ベルジェンヌ大臣はその心の中で敵対的であり、反逆者の,の成功を絶望していることは疑いがないとも記していた。イギリスは1777年の作戦シーズンのために二つの大きな作戦を立てた。一つ目は、ハドソン川支配のための海陸共同作戦であり、その主力は、 ジョン・バーゴイン将軍の指揮で、ケベックからの軍隊が、シャンプレーン以降下って進むものだった。この作戦の実行は、最終的に失敗し10月に、ニューヨークのサラットガで、バーゴイン軍が降伏することで終わった。二つ目の作戦は、ハウ将軍がフィラデルフィアを占領するものであり、初めは難しかったが9月に成功を収めた。 ワシントンの1777年の戦略は、基本的に防御の姿勢を継続することだった。ニュージャージー北部ではハウが海戦に引き込もうとしていたのを避けることができたが、ハウがフィラデルフィアを占領するのを妨げることはできなかった。その代わりに、バーゴイン軍の動きに対抗して、防衛任務を与えられたイショゲッツ将軍を支援するために物資を送った。 ベネディクト・アーノルド少将とダニエル・モーガンのライフル渋滞がバーゴイン軍を破るために重要な役割を演じた。その後フランスが参戦した。マンハッタン、ブルックリン及びトレントンの都市開発環境の中でその周辺で起こった戦闘を記念する名盤などの記念物が置かれている。プリンストンの戦場跡やワシントンが デラウェア川を渡った後は、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定され、州立公園でもこの方面作戦で起こった出来事の現場をすべて保存している。モリスタウン国立歴史公園はこの方面作戦の終わりの冬を大陸軍が過ごした場所を保存している。各家がこの長く耐えがたい闘争に耐えた、その輝かしい部分が歴史の一部になれば、 チェサピーク湾の岸辺からではなく、デラウェア川の岸辺からその明るい月景感に名誉が集まることでしょう。コーンウォリスからワシントンへヨークタウンの戦い後のディナーの後で、1781年。ありがとうございます。